これ車が拒否するんだけど。え、どうもこんにちは。じゃあつよぽんです。つよぽんです。ウッキー。ということでね、つよぽんのチャンネル登録皆さんしてくれましたか？お願いします。はい、もう一回言って後編でまだ見てない人もいるかもしれないから。はい、どうも上田ファミリー TV のつよぽんです。YouTuber みたい。そうっす。YouTuber みたい。はい。でこの辺の下の方にね。あ、俺が書くの？そうっす。出てるんで。概要欄？概要欄で。それ誰が打つの？俺が打つの？おさきさんっす。俺が打つらしいわ。そっからね飛べるんでね、よかったら YouTube 登録しておいてください。お願いします。で俺とコラボするんですよ、よく。はい。絶対しないもんね。いやいや一緒ですよ。これ多分きっとね、ちょっと知名度何万人かいったらね、用なしになるから見とってみ。いやいやそんなことない。踏み台だから俺。そんなことないです。踏んだら、あもう先伸びんなあいつ用なし次行こうとか言って。うわやべえマジで。あおさき大したことねえわとか言って。いやいやもうこの笑顔あれはないんで。え？もうこの笑顔はもう。闇を感じるわ。闇感じない。ということでね、車見ていきましょう。はい、何するん？ちょっと物どかさない。遅いってもう映ったて。ちょっと物どかさない。なんかほらいっぱいなんかピヨンピヨン出てさ。見られる前に。もう見えてるから大丈夫。これ鍵ですよ。はい鍵。可愛いポイント1です。はいくまちゃん。オッケーです。閉めないのねそこ。ここは開けっぱです。強調するんで。開けっぱね。はいまずはい黒塗りセダンフーガ Y51 フーガ。はい。当てます当てます。俺も間違ったこと言ったかと思ってそんな顔してた。で、俺さ毎回インパルスって言いそうになる。バイクですね。インパルね。インパルです。スをつけたらバイクになっちゃうからね。インパルのエアロです。インパルのエアロついて。はい、なんかスポーティーだね。俺意外とでも純正バンパーも好き。あの丸っこいやつ。はい、どう？好きです。ちょっとラグジュアリーじゃない？いい感じです。ね。ライトは制作中、はい、制作中です。これはもう台車のやつです。すごい綺麗やね。やっぱ綺麗なカメラで撮ってもらえると気合い入れて磨いたね。雲めっちゃ映っとるやん。最高な磨きこっちです。パパと2人だったの。はい。でこれがアップアームがスカイライン用。はい。36。そうです。クーペのやつです。セダン用じゃダメなの？どっちでもつけれると思います。でもさ角度変わらん？多分セダン用の方があれですね、やりやすいですね。だよね。でインパルスのこれなんていうの？フェンダー。はい、ペンダス。あ、これ穴開いてる？そうです。中もちゃんとくり抜いてあります。これダミーじゃないんですよ。すごいね。しっかり通してあります。で、フルスもセミスも純正オプションです。はい。そこ大切です。サイドは？サイドもインパルス。インパルです。で、ホイール純正ね。はい。これから変えていきます。これ梅田ファミリー。自分のステッカーです。ヤンキーやん。暴走族でしょこれもう本当に。もうちゃんと真面目なバイク乗ってます。でここにこれもお気に入りですね。インパルスのエアロ。インパルスじゃない。インパルだ。さっきからちょこちょこ。インパルスはバイク。やつとのなんかもうやばいね。抜けんわ。インパルね。インパルス。はい。いいじゃん。ワイトレ？あワイトレか。はい。えつけんとかなり引っ込む。こんだけ下げると。でもそうですね。だよね。つけた方が。中見ていい？これメッキがいいらしいね。最高なあれですね。さあこれグレードがなんだっけ？これは250の GT のやつですね。えこれ何？これ日焼け？日焼けじゃないです。そういう柄。こういう柄なの？めっちゃ良くないですかそれ？何これ？高級感。俺日焼けかと思った。日焼けじゃないですよ。あこういう柄なの？そうそういう柄です。かっこいいね。ほら内回りがさ立派だもんなんか。本当に高級車。これは？あここも柔らかいね。はい。高級車じゃんもう。高級車です。こんな車乗っちゃって本当に。シートは本革。はい。かっこいいね。茶色？茶色です。ちょっと中乗っていい？ちょっとなんか汚いんじゃないかつよぽん。これ映しちゃダメですよ。映しちゃダメです。ほら。映しちゃダメです。掃除しなさいよ。あシート柔らか。そうなんですよ。座り心地最高です。めっちゃいいやん。えこういう柄なんだね。そういうやつです。なんか色あせかと思った。ほら。色あせじゃないです。カメラで色あせに見えるやんなんか。いやでもそれカメラがあかんす。カメラ最新だぞこれ。ちょっとこうやってこれ見たら色あせからで。まあなんかそう見えちゃうんですけどそういう柄です。こういう柄なのね。だって色がすごいね。そうです。高級感漂っとるですね。本当に？はい。本当に？本側向きにハンドルカバーをつけるという。はい、おお、どんだけ前行くのよ、背高いでしょ。でもちゃんとした姿勢で乗りたい。真面目やん。どうしたヤンキー乗りしないの？しないですよ、真面目なんで。おお、速い？速いです。そこにモードがあるんですよ。何その真ん中のそのダイヤルで、それで変わってくる。エコとかあるよ、スポーツ。これで変えれるんだ。はい、スタンダードで走ってますけど。スタンダード。基本はエコですけどね。まあ、エコ変わる？ちょこっと燃費良くなります。これシート、クーラーとヒーターついてる。はい、ベンチレーターと。すごいね。そうです。なんでそこら辺もしっかりしてますね。いいじゃん。オーディオ周り。ねえ、なんか西田氏からボタン多いよね、やっぱりこれ。そうですね。まあでもそれも。これも好みで、時計。その時計良くないですか？これいいよね。でも人によってはこれ読みにくいおらん？この。まあ、ね、ちょっと見づらいですよね。出た。自由に歩く。そうです。なんでこんな暖房なのこれ？冷えてないです。冷えてないというかついてないです。それ暖房。温風出てるけど。出てないですよ。ついてないですよ。ちょ手当ててよ。暖房出てるって。ここ押せば冷えますよ。18度5なんで。ちょっとしたら冷えです。フォレストつければ。何フォレストってありますよ、香りが出てくるやつです。なんか出るの？出る。今つけてないですけど、冷えてきたんですよ。フォレストつけとくと冷えてくる。何フォレストって、なんで暖房だったの最初？まあこだわりっす。こだわりじゃないだろ。これ追従あるの？え？あ、これ追従ついてんの？そうっす。でもその辺は使わないです。怖い？そうっす。これ何？これその辺も触らないです。触らない。はい。ええんちゃうん。こうとこボタンしゃれとるね。そうなんですよ。なんかね、ちゃっかりしとるわ。いいですよね。これ開くの？はい。自動じゃないです。あ、ガチャンと開くだけ？ガチャンって今開いたっすね。あ、上まで上がらないのね。はい。持ち物チェック。はい。何も入っとらんが。これが入っとるだけ。それ何？ホイールです。なんでホイール積んでくる？下ろしてないです。ただ単に。ちょっと待って、この車さ、めっちゃ良くない？いい感じです。いいね、日産車。後ろ柔らかいでしょ。柔らかいですね。なんで乗りやすいですね。これめっちゃ高級車やん。でもイージークローザーはついてません。まあはい。パワーシート。はい。ええんちゃうんこれ、ほら。でもだいぶあれですよね。いい感じですよね。いい感じ。落ち着いとるっす。人は落ち着いてないけど。じゃあシダンブレーションしていきましょう。はい、行きましょう。珍しいね。でもまだそっちの方がいいんですよ。もうちょっと落ち着いたらちょっとダラッとするんですけど。でもそれでも片手でできる。ちゃんと前が見えるね。しっかり合わせます。でもこれが本来そういう乗り方だけどね。まあ本来はね。行きましょう。全然できる。はい、全然大丈夫です。今日エアロがなくなるかもしれない。やばいです。今日吸ったんだけど、ちょっとだけ吸ったですね。まあでもよっぽどの段差は大丈夫ですね。乗ってて怖い？こうやってヒヤヒヤする。なんで？でも大丈夫ですよ。こういうとこは知らないです。変な段差に入っていかなければ。すらんて、つよぽ。怖いですよ。つよぽ心配する。すらんて、つよぽ。こんなん純正車庫や。いや。つよぽ。18歳からしたらあれですよ。ちょっとヒヤヒヤ。大丈夫だって。自分で乗ってて怖いなってなる。でも自分のとってもたまにあるんですよ。あの段差ちょっとやべえな。なるの？なるっすよ。ちょっと思うっす。切り感もスランと本当に知らんけど、すったらごめんとか言っとってガーとか言ったらね、俺逃げるわ。するんかな。でもよっぽどこういうダンスやったら全然大丈夫です。エコだるいね。エコはそうですね。最初制御してくれるんです。スタンド買います。これさ、待ってねえ、この車怖っ。うわっ、何これ、車が拒否するんだけど。何これ、あれなんですよ。ちゃんとやってくれる。ちょアクセル跳ね返さんこいつ。エコモードだからすよ。うわ何こいつ、ちょっと踏ませろよ。それやったら多分こっち変えた方がいいです。すごい。ちょっと待ってそれ最新の車。これ今何？それ今エコモードです。変えます？お、ちょっとすごっ。変えようかな、ムカつくこいつ。これでスタンダードです。これ普通？普通です。あ、変えてこんわ。この車さ、アクセル踏むとバーンと押される。反対に何これでびっくりしたんだけど。これもあれですね、優しい点ですね。燃費が良くなるんで。優しくないこれ。打って打ると後ろからさボンって返されるね何この車、後ろで返してくれる。びっくりした、小さいおじさんが後ろからこの押しとるわちゃんとやっとるっすね。そういうエコなんだねこれ。そうっす、なんで制御じゃなくて踏むなよみたいな。そうそうそう、そういう制御か。でも珍しいですよねこれ。スポーツモードとかあるの？あ、それ違う、こっちです。これマニュアルモードや。そうそうそう。パドルないや。パドルはないです。なんで普通のこっちモードで先にしてもらう。あ、下がマイナスか。乗り心地でもいいな。乗り心地最高ですね。純正タイヤだからかな。なんですかね。でもあんまりあれじゃないですかね。俺今さっき知れた段差まっすぐだけど気づいた？気づきましたよ。すらんかったでしょ。ちょっと見てました。ちょっと見てましたよ。大丈夫だって。でも全然大丈夫ですよ。その辺する段差かすらん段差か見てわかる。そうそう。なんで自分もこの辺は普通に来たんですね。全然すりそうな段差じゃない。で寝ぼけて乗っとるとガタンとなるから。気をつけながら。いやでも乗り心地いいな。本当にいいですよね。ちょっとタイヤの溝がなかったのが気になるけどな。いやあれは気のせいですね。気のせいじゃないよな。いいじゃん、強ポンこれ。キャンバー切ってる時ハンドルすごく軽いな。軽いです、軽いです。乗りやすいですよね。乗りやすい。クラウンよりいいな。ですよね。その点だとやっぱりクラウンに勝ってますね。若干音出てるな、なんか若干音消せるオーディオのこれこっちか。わあ、免許取りたてでこれは贅沢だわ毎日が幸せですね。何これ、ルンルンじゃん。もうどっか出かけるの？いつもよく出かけてるですね。でガソリン代がなくなるの。それもやっぱりでかいんで排気量。ガソリン結構使ってる？そうですね、満タンで1万ちょっと。持ってから何回入れた？でも持ってからまだそんな入れてないですよ。あ、本当？はい。全切りはできる？全切りできますよ。高いよ。大丈夫です。ちゃんと乗ってきてるんで大丈夫ですよ。これいいや。おお、日産車やっぱいいな。エコモードはびっくりしたわ今。えとか思ったもん。モードあるのもすごいですよね。すごいね。だけじゃないですか。走りがだるくなる上に、ムカついて踏もうとするとボンって返されるね。何この走りだるくなるじゃないです。ちゃんと制御してくれるんですよ。いやなあ。財布に優しいです。変わらんでしょうよ。じゃ踏まなきゃいいんだって。まあまあでもあれですよ。ちょっとだけエコだと燃費が良くなる。本当に気持ち程度ですけどね。その制御分がある。これ燃費込んでないの？5.1 か。お財布に優しくはねえな。まあまあ優しくはないですけど、まあこの車にしては多分ね、ペレス乗ったらね、これ乗れんくなるよ。ペレスやばいっすよね。ペレス乗ったらタンクに穴開いてんじゃねえかな多分でもいいね、免許取りたてこんなの乗れて。友達乗せてウェーイってやってんの？いや、まだ乗せてないんですよ。乗せてないの？オソピーが初めてです。なんで友達ウェーイっていかんの？大切に取っといたんです、おさびと。どういうこと？ドライブデートに。なんだそれなんか意外、友達の上でドンキ来そうやん。いやでも、まだあれですね、取って言うて立ってないんで、もうちょっとしたら怖いよね。人乗せてるとちょっと怖いですね。なんか意外と真面目なんだね。ちゃんと真面目ですよ。意外とじゃないですよ。いや、あのバイク乗ってる割じゃちゃんと真面目だねちゃんとそういうとこはしっかりしてる。偉いやん。まあなんかあったらね。そうです、なんかあったら怖いんで。切れるこれ？切れます、切れます。本当だ。まあ命乗っけてると怖いわな。自分のせいになっちゃうからね。そうですね。重みがやっぱ違うですね。そう。走り出すですよね。慣れたら、じゃ慣れた頃が危ないよ。そう、それが一番危ないです。最初今はさ、こうやってちゃんと乗ってるかもしれんけどさ、慣れたらこんなんで、ウェイって乗ってるからガシャン。そんなもんよみんな。ですよね。慣れが一番怖いですね。ね。みんなそう一回でガチャンやるで絶対。それをないように行きたいですね。無事どっかでやっちゃう。無理じゃない。まあ絶対どっかであれですもん、調子乗る時が出る。大体人間にね、1回2回事故するとね、おとなしい運転になるじゃん。だからそういう人が乱暴なんてするなよとか言うじゃん。はい。そういうことですね。結構沈むな。そうですね。結構ファンファンするですね。乗り心地はいいですけど。これさ 2.5 だけど走るね結構。全然十分です。2.5 で。怒られたよ。車線か。車線のあれがついてるですね。右寄らなあかんでしょ、こうやって常にね。日頃からこうやってしかなあかんよね。そうです、ここ通りで。ここ寄るとね、ピピピピですね。真ん中走れんのかな。ここならいいけどさ、わだちきついとこ当たるでしょ。ああ、まあ。メンバー当たらん？でも大丈夫ですよ。当たらない。ここ、はい。怖いとこは。すごいやん、これ。すごいってしたな、ほら。この速度で。最高じゃないですか。これいいね。純正だったらバカ乗り心地いいんじゃない？そうですね。純正乗った？乗ってますよ。どうだった？でもそんな変わらないですよ。変わらん？そんな変わらないです。なんかそこまでおおってなるほどじゃないです。なんかちょっとブルってんの気になるなこれ。何がブルってんのこれ？それあれじゃないですか。そのメンバーのあの段差もあるじゃないですか。タイヤ？バランス？タイヤはタイヤだと思うんですよ。なんだろう。ちょっとハの字になってるよね。タイヤハンドルブルワンこれ。ちょっとだけです。なんだろうねこれ。角度のあれじゃないですか。ちょっと気になるなこれ。刻み揺れとるもんね。リズム取ってますよね。いいじゃない。最高ですね。で次はこれとかぶつけとるで。本当に出ない。それ言ってぶつけとったらあれじゃないですか。これ映像使われちゃう。へこんどるってここ。大切にこのまま乗ってくるっす。じゃあ気をつけないとね、ぶつかる時はぶつかるからね。本当そうっすよね。狭い道もあるし。常にやっぱさ、ぶつけないように乗ってかんと。くだらんことでぶつけると一番うざいんだって、なんかちょっとポールにこすったとかさ、うわーってなるから、はい、ぐちゃぐちゃにはなってないけどさ、傷入るやんね、やっぱり。なえるよ、結構やったら。気になるっすよね、あれ。なる。すぐ直せればしないけどさ、結構ドアとかボコンってやっちゃうとさ、直しづらいですよね。そう。お金かかるし。色もずれますし。そう。まあ大事に乗るのが一番の節約や。それ結局はね。それに限るっすね。ダインクシーン、俺。おお、あ、ここは大丈夫ですよ。あ、大丈夫よ。大丈夫、大丈夫です。え、ダインクシーン。宣言していくと怖いですね。いやいや、これも信用。これは大丈夫です。全然大丈夫です。あ、このぐらいなら大丈夫ね、やっぱ。変にへこみが出とらんければ。まあね。全然。じゃ、俺どっかのユーチューバーがさ、つま先入ればどこでも走れるかちょっと見たことあるんだって。なんか、つま先入ったら全然どこでも大丈夫って。まあ、そういう理屈じゃないのかな。え、この後待って、なんで今ブレーキかかった？何？え、今何もやってないですよ。普通のモードです。何で今減速したこいつ？え？危険察知したですね。なんか追従みたいな動きした今。何？なんかついてるこれ。でもともとなんかそういう安全装置みたいなのがついてるんです。怖っこいつ。なんでしょあれですね。守ってくれてるです。お利口さんだね。あ、これブレーキしっかり踏んだと進んでくね。俺ガチン止まりじゃないですね。それエブリの癖でさ、なんかちょんとしか置かない癖があるから、車進んでくんよね。シューティングですね。そうなんかね、この先ちょっと不安ですね。そこは知ってる。俺もうやばいっすよね、ここ。ここは行かないの。ここは本当に怖いですね。ゆっくり垂れてる多分。突っ込んで、みんなさ解説取るじゃん。バシャーとか言ってるもん。知らんでみんな突っ込んでくるな、そこ。これは純正や。まだまだ作り途中なんで寝とっても大丈夫だよ、これは。なんかすごい気になるな、これ。やっぱ足回りちょっと変えてるんで、それですね。なんだろう、この感じ。でもそこまでじゃないですか。めっちゃ気になるほどじゃないですよね。なんかちょっとガタ感じる。なんだろう、ね、ガタとか言わんといてください。ガタ感じる、なんだろう。10種類かな、下手っとんのかな。いやちょっとガタ感じるな。怖いこと言わんといてください。ガタ感じるやめてください。タイヤ飛んでくんじゃないな、これ。飛んでかんす。大丈夫です、大丈夫です。バックカメラついとるやん。そうなんです。それついとるか。まあマフラー変えたったらパーンって入れたかったな。そうですね。いいっすよ、この高級車。は？本当にいいっすよ、これ。何この車、生意気だな、これ。毎回なる？毎回なりますよ。カチッてやって、もう一回外せばウィーンってやってくれるんです。これやばくないですか？なんだこれ、やばいんですよ。エンジン切った時もそうなんですよ。上がってシューンって下がる。これベンツでもならんぞ。ベンツにカットですね、これ。でアクセルを跳ね返してくるし、そうです。ちゃんと制御もしてくれる。前に来ると減速してくるし。そうです。何これ、本当に良くないですか？最高な車やと思うんです。これいいね。皆さんにもおすすめします。いや、なんか俺の乗った主観だけど、クラウンよりなんか作りいいぞ、こっちの方が。おすすめですよ。クラウン乗ったことある？どっちがなんか質感いいでしょ？断然こっちですね、やっぱり。中ではなんかね、お金かかっとるもん、日産車。これ作りこだわりあるですよね、やっぱり。この色合いも新車こっちの方が高いんかな。一緒ぐらいかな。どうなんですかね。でも最初これあれですけど、オサピーに色あせ言われたんですけど。そっちから色あせに見えるやん、これ。でもこれこだわりっすよ、このモダン調みたいな。そう、まあ日産車モダンがあれだからね、売りだから。そこが売りなんで。これもさ、スカイラインとしてハンドル越し上がる？あ、じゃあここ越し違うか。ハンドルだけか、これ。そうですね。ハンドルとシート。スカイラインここ越し上がるもんね。そうですね、こっちごと行く。これはハンドルだけですね。生意気やな。最高っす。すごいやん。いい車やねこれ、はい、おすすめや。おすすめです。これも本当に乗りやすいんで。ちょっこれハンドルもインフィニマークやん。そう、全部わざ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 ってかこれですよ。わざわざあ、これインフィニティじゃないでしょ。インフィニティですよ。左ハンドルにしようよもう。いやいや初心者で左ハンドルかっこいいやん。左も魅力的ですよね。左は暇であるんで車が。じゃあ表彰式やるか。お願いします。じゃあ表彰式やってみましょう。はい、さあ、はい、表彰式です。まああれだね、18歳でプリウス買わんかったのが偉いね。そう、そこがポイントです。鳥もパタパタパタって拍手してる。ほらパチパチパチってやってる。まああれよ、普通ね、なんか軽乗ったりするところをこんな大きい車買っちゃっていいんじゃない。はい、車はね、まあこれからだね、まあ、話聞いてる感じ、ね、今日はそれもちょっと考慮して愛車自慢認定つよぴー殿、つよぴーって書いてあったわ、ごめんね。大丈夫。綺麗な愛車 Y51 フーガを星2だけどパパの分で星3とします。だから君の分でたら2個だからね。あ、まあ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 。でパパの分で3っていうことで、はい、どうぞ。ありがとうございます。レアな感じでパパに感謝してるからね。パパ分が1個入ってるんですね。でもし次朝つけて、はい、ホイール変えてなんかやってきたらプラスアルファかな。そうです。でパパの頑張り次第でそれがどう振るかだよね。パパの分で減る可能性もあるからね。あ、危ないですね。それは危ないよね。パパしっかりしてねって言って。しっかりしてね。じゃあ完成させたら持ってくるおは新しい車もお願いします。いいですか。はい、まあ期待を込めて星3つということでおめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はね、まあこれからでしょ。まだだって車乗り始めがだって本当につい最近だもんね。そうですね、最近。そこに求めるのもちょっとあれなんで、まあ今後どうなっていくかお楽しみということでリベンジしてください。はい、はい、今日はねこの辺で最後に向かい宣伝してく。そうですね、どうぞ。最初の挨拶から入ります。はい、はい、どうも梅田ファミリー TV のつよぽんです。ということで今日はねこの星3ついただきました。ありがとうございます。 YouTuber みたい。もう YouTuber 目指してます。なんでまた次車とか完成して別の車とかもできたらまた愛車自慢出ようかなと思ってますんで、その時もまた見てください。お願いします。ということで皆さんぜひチャンネル登録してあげてください。お願いします。今日はこの辺でさよなら。じゃが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 It's not your fault. So quiet.